した日本人の第四世代を表す日本語である。最初に行われた日本人の組織的移住は1897年に35人がメキシコへ渡った榎ノ本移民とされているが特に多くの日本人移民並びにその子孫が住んでいるのはブラジルアメリカ合衆国カナダペルーとされている。1908年にカサトマルに乗って ブラジルに到着した初の日本人移民ブラジルでは日系人以外のブラジル人と結婚して生まれた者も,も含めると約150万人にも及ぶ日系人がいると言われ世界で最も多い日系人の人口を許しておりその多くがブラジル社会において養殖を占めるようになっている日系ブラジル人四世は1987年にブラジルにおける 日系人の人口の12.95%を占めるようになり、統計的に見ても南アメリカにおける少数民族の中でも重要なファクターをなすと言える存在となっている。ハワイにおける日本人移民は1900年から1960年頃までは同州における最大の民族集団であったが、以降は減少の一途をたどっている。ハワイにおける4世は 自らの民族集団のアイデンティティの確立には、活発には関わらず、アメリカと日本の伝統を二分する傾向がある。2008年現在、アメリカにおける4世は、比較的少数の学術的研究の対象である4世を、題材とした有名な文学作品は、キャリー・タカハタが2002年に発表した、死、メイキング4世であり、同作品の中で彼女は、 四世とそれ以前の世代のハワイにおける日系人を比較対比している。明白な差別や第二次世界大戦及び前の世代の生活に影を投げかけた捕虜収容所が自分たちの日々の生活とは無関係なものであるという点で四世は日系アメリカ人の前の世代と異なる。四世は日系アメリカ人の前の世代が直面していた。 明らかな戦い、または困難を経験することがあまりなかったため、時として甘やかされた世代と呼称される場合もある。ハワイにおける4世は、本土の白人と比較できる存在であり、教育面や経済面、政治面において、格上とまではいかなくても、同等と言える地位を築いているほか、1965年から日本人移民の数が減少に転じて、以降も、 低い住率を持っている。また、1960年代以降は、日系アメリカ人社会においても非日系人との通婚が一般化し、その比率は1970年代には50%、1990年代には70%となっている。ルーツである祖国からのこの文化的な距離は、大陸における白人とハワイにおける四世の集団で共に見られる。 民族性の象徴的な表現を結果として生じている。大陸における白人を除いて、ハワイにおける4世は象徴的な方法で、自らの民族性を表現するアメリカにおけるマイノリティの一つである。3世と4世の者たちが日本を訪問するにしても、彼らにとってこれは単なる観光旅行としか考えない傾向がある。日本の文化的資質は、 一般的に4世の間には存在しない。2006年に行われたハワイにおける4世女性に関する研究によると、この世代の日系アメリカ人は日本に関連する祝祭日や儀式などの祝い事を取り行ったりするほか、日本料理を食べたり、日本風のミドルネームを名乗るといった象徴的な方法で自身たちの民族性を主張する傾向がある。 研究では、四世はその民族性を、前の世代の日系人より、重要視していないことに焦点が当てられている。日系という単語は、社会学者の多国籍グループによって考案されたもので、その範囲は、世界中に住む、当該国の国籍を持ち、かつ、日本人の血を引くすべての人間を含んでいると、されている。 一世とに世の中でも上の世代のものの集合的記憶は1870年から1911年にかけての明治時代の日本のイメージであり、それは後から来た移民たちが自分たちより遅く去った日本に対するイメージとは明確に対象をなすものだった。双方の日本への異なる姿勢や社会的価値観はしばしば両者の間に摩擦を生じさせ、 第二次世界大戦後も双方の溝が埋まることはなかった。現在、イギリスには、ロンドンを、主として10万人を超える日系イギリス人が、現在いるが、世界の各地で見られる、日系人のようなものではなく、イギリス人は、伝統的に、日本人社会を一世、二世、三世というように、総括した呼び方はしていない。ありがとうございます。